金の鈴急安静家住宅細い魚大化費、大田山公園付近の空中写真。画像中央の山が、大田山公園である。なお、大田山の東側に、撮影当時用地買収中の国道16号用地が、南北に貫いているのが確認できる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成大田山公園は、千葉県木更津市にある公園。 日本穂高と音立花姫の秘伝伝説にちなみ、恋の森とも呼ばれる。園内には桜の木があり、桜の名所とされる。木更津駅東口から正面に見える緑の山が大田山で市民の憩いの場となっている。大田山は標高44メートルで山頂には剣の形をした君更津タワーが立つ。また山頂には 古墳があったという伝承があるが、現存しない。公園面積は9.7万平方メートル。園内には、カズサイフエムの送信書が設置されている。神代には、東京湾に受水した音立花姫を思いながら、日本穂高が、大田山から海を見つめ、長くこの地に留まったとされる。このことから、後にこの地は、君ふさっと名付けられ、木更津に変化したという。 第二次世界大戦中には、大田山に高放射陣地が築かれ、陸軍によりトンネルや地下号が掘られた。しかし、木更津市当局は、戦中の大田山について、十分に把握できておらず、詳細は不明である。1953年からは、大田山で近霊祭りが始まった。1969年には、都市公園計画が決まり、1978年に、整備が完了した。 1982年、旧安政家住宅を園内に移築する。2004年4月24日放送のテレビ東京のバラエティ番組、出没。アドマチック天国にて、君さらず、タワーと立花神社を中心に、大田山公園が取り上げられた。金礼祭りは、金礼塚古墳の出土品並びに、古墳の埋葬者を祀る祭りで、桜祭りを兼ねる。桜の木の下には、 舞台が設けられ、芸能賞などの市民の発表の場となっている。2011年には4月3日に開催予定であったが、東日本大震災の影響で中止となった。園内はソメイヨシノ大島桜、しだれ桜など、約400本の桜がある。桜の咲く春には、山全体が薄桃色に色づき、3月下旬から4月上旬にかけてライトアップが行われる。 ありがとうございます。